はい、そしたらと次の工程ですが、ここに、シュリンプがありますね。これをそしたら今日は天ぷらにしていきますの、天ぷらにしますので、皮をのけて、背わたを取って、伸ばしていきます。伸ばしエビということですね。はい、それではどうぞ。先生、はい。I'm struggling. Struggling ちょっとしてますね。And it takes a lot of time. Do you have any great idea or could you demonstrate how get time you know, speed up? まあもうこれはですね、数こなすしかないですけども。じゃあ、はい。そしたら先生デモンストレーションお願いします。でそしたら皮をちょっと剥いでみたいと思いますね。はい、じゃあ行きましょう。まあ、取った時にこうですね。まあ、最初、まあ、これさっき取っても皮ですわ。これ取ったね。でここね。あ、ごめんなさい。尻尾が取れちゃった。先生。尻尾が取れちゃった。What's going on、先生。というのもやらんといかんでしょ。はい。そしたら行きますよ。ここですね。こここういう感じでピンチングしてください。でまあ、3つぐらい一緒に取れると思います。これで、ここは、まあ、今ここ取って、でエビフライとかなんかでここを残す人もいますね。だけどここを取るときはここを取って、ここだけ気をつけたらいいですね。で、まあ、ちょっと尻尾が弱いんでこれ取りにくいけど、この三角取ってください。これです。それだけです。じゃもう一回、はい、ゆっくりお願いします。ここですね。ここを取って、ここ3つ取って、ここ最後取って、で、これ取ったんですね。ここです。この最後が一番、ちょっとこう、シンプルの弱いやつはこれ、のきやすいんですよ、ここは。これ最後取ると。はい、こんな感じ。はい。じゃあ、私もやってみます。いきますか？はい。背わたを取っていきます。もうなくなってますよ。まあ、そこの中にあまりそこは綺麗なやつもいますわ。あまり汚れてないやつもね。はい。うん、まあ、だけどそこをまあ一応は割らないといけないんで、どっちにしても。あ、半分、うん、割りますか。それぐらいでかも、それぐらい。あんまりたくさん割りすぎるとまたいけないですから。はい、それでいいですね。はい、これぐらいで。その状態で。はい。まあ、これ今はこっちから行きましたけど、はい、こっちからやってもいいですよ。もちろん。はい、うん、やり勝手ない感じで。それはちょっと黒いのがありますね。はい、それを取っていてですね。はい、それを取ります。はい。はい、そんな感じです。
出てきました。こんな感じでしょうか。はい、そんな感じです。先生、うん、このディベインとかあんまりないところもあるんですけど、それと僕スピードが遅いんですけど、なんかもっといい方法ないでしょうか。まあ基本的にナイフがちょっと使い勝手の悪いナイフを使ってますね。はい、うん、じゃあ先生にちょっとデモンストレーションしてみます。はい、はいはい、お願いします。行きましょう、やってみましょう。エビの、まあ、背わたの毛ですね。まあこういうのをやるときには、まあ、包丁がですね、まあ、小手刃ですね、私もまあ小手刃はちょっと持ってないですけども、まあ、これぐらいの小さいナイフでもいいですよ。で、まあ、私これがあの使い勝手がいいんで、まあ、今日はこれでやってみましょう。まあ、あの最初ここにこの真ん中のところライン入れるんですけども、まあ、入れるときにまあ包丁のこれ取ってこういきますよね。その後はもうこれですごきますね。こういう感じですごいっていきます。これで刃まで OK です。はい、でまあここちょっと入れて、でここすごきます、両方からね。で一度これでまあやってエビを一回洗いますので、あの多少残ってる分には問題ないです。入れますね。でここすごきます、ここすごいってきます。ちょっとこう入れて、はい、こんな感じです。はいはい、はい、じゃあ私洗いましょう。一回洗って、それから次はあの伸ばしにしていきます。はい、寺田先生どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。そしたらエビが、まあ、きれいに洗いましたね。そしたらちょっと水気を取って、次の段階に行きましょう。ペーパータオルにエビを取って、まあ、水気を取ることが大事ですね。はい、まずあのお腹の方のベリーサイドのこのちょっとベイン筋をちょっと切り、筋切りですね。軽くいって、これどれぐらいの大きさで切ればいいんですかね。ちょっともう一回、まあ、そうですね、そっちの方は肉厚が大きいので、はい、徐々にやっぱりちょっと軽くしていかないといけないですね。はい、こっちを切ったやつの逆の腹ですね。はい、じゃあこれですね。はい、このクチッくちっていう音が、まあ、筋がまあ切れてる。大きさはこれぐらいですかね。どうですか、伸びましたか。はいね、はい、ちょっとズームでいきましょう。このグリッという音聞こえますでしょうか。やすった、伸ばしですね、伸ばしのことですね。これはまあ、入れますね、ここにね。入れまして、そして次は僕らこの頭の方から入れますけど、こうこの筋が
ょっともうちょっと切れてなかったですね。はい、こんな感じで頭の方からこんな感じかな。まあ、ここの最初の筋切りがよく綺麗にいってないと伸びませんから、こんな感じですね。これはもうちょっと違う、こういうふうに切った方がいいね。かなり切った方がいいんですね、うん、あまりこう斜め斜めにこうなりすぎてもよくないね、はい、うん、こんな感じ、うん、ここをこう持って、うん、こうクチッ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 っていう音がすると思うんですけど、はい、こんな感じですね。はい、はい、寺田先生どうもありがとうございました。伸ばし指の工程が進みました。私はこれは調理の世界に入った時ですけども、 It was almost もうね、か30 years ago ですね。 When I was in Japan I do make this one a 4-pound block a frozen one、every day like a 6 plate to 10 plate almost every day make this one。But now, actually, they have already stretched shrimp, so many restaurants use it. Come with already stretched and frozen. You just defrost and ready to go tempura. Much, much easier. So, but anyway, this is a stretching process. はい、ありがとうございます。テラ道場へようこそ。はい、そしたらですね、次、天ぷら用の、シュリンプは、ストレッチできたので、そしたら次はですね、野菜を切っていきたいと思いますね。ベジタブルの、天ぷらに行きますので、それではやっていきましょう。先生こうですかね。はい、それではやってみてください。はい、それで取れましたね。どうぞ。はい。これも。その丸に沿った形でスーッとこう入れたらいい。こういう形。そうですね。はい、これはオイスターマッシュルームいってみましょう。それはまあちょっと長いから、まあ半分に切って上と下で。これ半分に。そうですね。半分に取って。半分に切って、はい、それでそれをそうじゃなくて、そうですね、そう言ってください、そう縦に言ってください、はい、そんな感じですかね。ちょっと厚いかな、もうちょっと薄くでもいいかな。これぐらいですか。それぐらいでいいかな。うん。はい、そんな感じでいいと思います。椎茸は、椎茸、はい、そしたらそれはもう下の あれをのける、その茎っていうかヘタをのけるだけですね。それでそれで丸で揚げてもいいですし、ちょっとデザインを入れてもいいですね。これで混ぜ入れますか。うん、まあ練習してみてください。はい、見てきました。あとはこういう感じですね。オニオン、はい、これ半分で、はい、まあ、半分にしてください。
これもこういきますか。いや、そういきません。そうさしてもいけません。どういったら一番でしょうか。こうですね。ここがあの分かれ目なんで、こうやり、こうやって爪以上刺してください。はい。爪以上刺してください。はい。真ん中にまっすぐ下の端まで。オルベイタ、おっと、よれました。あ、よれました、ね。はい。はい。それでまず1個切ったら方がやりやすいですよ。はい。じゃあすみません、これぐらいで。そこの包丁もまっすぐですね。はい、あのトゥースピックを切らないように。はい。はい。はい、それで切ったらちょっと中見てください。どんなにできたか。ちょっとあれでしょ。うん。まあ、だけどやってることはそういうことです。はい。それでやっておくと上げた時にバラバラにならないですから、はい、ここのここはね、はいはい、やりやすいと思います。はい、いいと思いますね。はい、玉ねぎ OK です。はい、そしたら次は、ポテトですね。これは皮を先、まあ先皮を剥ぎましょう。先生どういう風に切りますか。まあ輪切りかな。そっちの方か、あとこっちの方 あの大きい方からだったら輪切りでちょうどいいぐらいの大きさじゃないですかね。こういきますか。斜めでも構わんですよ。こういう形で、うんうんうん、でこれで最初まず切ってよ、はい、ちょっと落として、うん、安定感がないので気をつけてください。はい、うん、大きさはどれぐらいいきますか。これぐらいですか。それぐらいでいいと思います。はい。結構硬そうだね。硬、うん、そう。はい。徐々に大きい太さが大きくなってきましたね。そう、どうしよう。斜めにいったから。はい。うん、刺身と一緒。まあ、それぐらいでいいでしょう。はい。はい、デモンストレーションよろしくお願いします。していきたいと思いますね。ここ今渡辺さんがスタグリングしてたところですね。抜けておいて、軽く抜けておいて、まあ、切っていきます。まあこれこういう形なんでもう切ってあれですけど、まあ、最初抜けますね。でまあ厚さと、まああと厚さでこう厚いところもあれや薄いところもで、だいたい全体的のサイズを揃えていきますね。薄くなってきたので、あまり力入れてるとこっちにコテンとこけて危ないんで、よくしっかりと押さえて、今ここがもう一回ぐらい取れるかな、こんですね。全然違います。ディスは俺です。まあこんな感じですね。まあ大体揃ってるかな。ディス渡辺、ディスイズこれスタートは揃ってるかな。こちら先生、ハスとビーコ、まあできるだけあの揃えてあげた方がいいですね。奥さんはね、あの最初にポテト切った時にあまりちょっとこうどうですか、あの芋自体があのデコボコだったらちょっと揃えといてから切り始めたらイコールになると思いますね、うん、はい、もちろん極端に大きいところが小さくなってるやつを揃えろったってそれは難しいんで、
こんな感じです。はい。寺田先生どうもありがとうございました。はい。そしたら次はですね、エッグプラントを行ってみましょう。どういう形でいきましょうね。こうかな。はい。こういう形。うん、それも悪くはないですよ。はい。じゃあこれは。タコの足、はい、これはちょっと難しい。それは中がね、皮がね、だからそれでそう切ると、はい、皮がついたのがこれとこれだけになりましたよね、はい、でまあこれ側だけ、はい、これとこれ側は皮がないという形になっちゃいましたね、はい、じゃあ先生デモンストレーション、はい、そしたら僕この頭の方を使ってやってみましょう。いろいろな、はい、はい、先生どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。そしたらエッグプラント行ってみたいと思いますね。はい、そしたらまあ僕はまあここからこれぐらいの間使うんでね、最初切るときにちょっと渡辺さんこっちでバシャッと切っちゃったんで、僕はこれぐらいでいきますね。これぐらいでこっちをこれでまずやってみましょう。はい、ね、まあ、これもデコレーションでのけつけあのつけといていいですよ。これを僕最初ね半分に切ります。これこう切っちゃいますね。それで僕はここをですね、こういってですね、これをこうして、まあ、こういう形、はい、こういう形にしといて、天ぷら粉をこっちにつけて、これでこう揚げていきます、はい、これですね、これ一つこんな感じで、こっちはですね、ちょっとここめくっておいて、同じようにしてもいいですけど、まあ、ちょっと違う形でやるならば、そうですね、でこっちから逆にこんな感じで、ちょっとここ切れ目入れておくって感じ、はい、でこれはこっちもちゃっちゃっとやって、ほんでやったらこっちがね油で揚がったらこうなんていうのかな、ピーリングオフっていうのかな、ちょっとこう焦げ、あの焼けた感じで、焼けたって言うとおかしいけど、はい、いい感じになりますんで、はい、はい、僕のやった、まあ、これはね、あとはもうどうしようかな、まあ、これはもうあれ、いや、こんな感じ。先生、僕のやったこれはなんか切れ目入れるんですか。これもできんことないですよ、ここ入れるならば。こんな感じで入れときゃいいんじゃないですかね、はい、ちょっと薄いから、はい、うん、僕の切ったこういうのはもうそのままで、これはもうこう切っちゃうと、もうこれはもう両方こっち天ぷら粉を両方こうつけてあげるしかないですね、はい、これは、はい、うん、分かりました。はい、そんなところでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、そしたら一つですね、次はですね、このそばのヌードルを使ってちょっとトリックいきたい。はい、どうぞ。大きさはこれぐらいでいいですか。そうですね。
こんな感じでいいですかね。はい、はい、そしたらですね、エビもできました、魚もできました。そして今ベジタブルができましたので、次のステップですけども、ディッピングソース、まあ、天だしに入れる、まあ、材料として、まあ、ディッピングソースにアディショナルスク、まあ、薬味と言いますけども、大根おろしと、おろし生姜、これをやっていきたいと思いますね。そしたらまず大根おろしからお願いします。いいですね。こんなもんでいいですか。はい、これぐらいでいいでしょう。はい、大根できました。はい、そしたら次は、ジンジャーいきましょう。どっちからいきますかね、先生。書道みたいな感じです。うん、
こういうふうに丸くした方が切れますね。これよりもなんか。じゃあこれぐらいで。はい。そしたらですね、具材の方は全部できましたので、次はですね、天ぷらの、ディッピングソースを作っていきたいと思いますね。ここにあるのがみりん、ソイソース、そして、まあ、水ですね。で、まあ、今日はですね、一番だしではなくて、今日は、まあ、簡単に本だしで、代用するということでいきます。はい、それでは。まずみりん。はい。ワンカップ。ワンカップみりん。ソイソース。はい。ワンカップ。だし汁、一番だし。そうですね、一番だしをここで、まあ、普通だったら一番だしの方を、4杯入れていきます。まあ、今日は本だしで代用しますので、まず水を4カップ入れます。はい、入りました。多少それでこれでですね、まあ、工程としてはこれで一回温めます。で、まあ、ボイルしてきますので、それをどれぐらいの時に、まあ、本だしを入れて全部混ぜて完了ということになります。これをそしたらヒートアップして、そして温まり始めたら本だしを入れるということになります。それで、まあ、これぐらいだったら2-3 pints。そうですね、それぐらいですね、はい。これで、まあ、天出しの工程は終わります。寺田先生、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。